今回はじゃじゃーん、これをもらってきました。多分みんなはねもうもらったと思うんだけど、もらってない方ぜひ無料でもらえるのでもらってください。先週配られてたこちらはなくなってるところが多いみたいです。2週連続で UR を無料でもらえるなんてすごいよね。来週は悟空のアバターカードがもらえます。これをもらってきて、ついでにじゃじゃーん買っちゃいました、強い子グラス。まずカードのアビリティは多分みんなね公式のホームページ見て分かってると思うんだけど、2ラウンド目にねアタッカーにするとマジン止めグラを時空転送するっていう、2ラウンド目で発動っていいよね。必殺技ライトニングディストーションで大ダメージを与える。これ妨害効果がないのが惜しいんだけど、この2ラウンド目発動っていうのがねいいよね。アビリティね、鍛え抜かれた体で自分が攻撃を受けるときダメージを 40% 経験するのと、絶対に気絶しない永続ということでね、これ普通にね使えるカードなんじゃないかな。先週のカードと一緒に使ってもいいしね。すんごいかっこいいイラストが、これを無料は素晴らしい。でこれ買ってきたんですけど、悟空とベジータのを選びました。悟空とベジータの方はなんかね暗闇で光るやつで、あともう一個ゴテンとトランクスっていうグラスがあったんだけど、そっちはね温度で色が変わるみたい。おでね、すっごく小さいの。わかるかなこれ。手のひらサイズ。小さい子用なので、すんごい小さいです。見づらいかもしんないな。ちょっとベジータがここにいる。ベジータって見えるかな。で、ドラゴンボールスーパーって書いてあって、ここには、悟空がいまーす。で、これは暗闇で光るみたいです。この辺ザラザラしてるプリントのところが、ミスタードーナツって書いてある。ちょっと使うには小さいから何か入れ物にしたりするのがいいかな。悟空が守ってくれるのか、最高じゃないか。で、ドーナツはね、フュージョンドーナツ、こういったドーナツを最低1個買わなくちゃいけないんだけど、私はこれを選びましたというか、これしかなかった。これしかなかったです。かわいい。ありえないよね、この2人がフュージョンとか言って。後ろが映画の告知になってます。思いっきりドーナツがはみ出してるんだよね。そして、部屋中に甘い匂いが漂ってきた。サタン。これと、あと普通のドーナツを2個買いました。で、このドーナツのセットを買うと、じゃじゃーん！これがもらえるんですよ。入れる前の状態で、このまんまでもらえたので、汚れずに持ち帰ることができました。悟空と、ベジータが、デカデカと脇にいて、3人がいい感じだよね。で、ここにね、悟空が、カメハメハを撃ってるんですよ。これ本当は組み立てると、これが蓋みたいになってるんだけど、これ撃ってるじゃん。で、ジューってきて、で、この箱をこう入ってるのを伸ばすと、バーってこういう風になるわけですよ。面白くない？面白くない？何面白くないって。で、この脇にはね、この映画の告知。箱の中もちょっと凝ってて、ドラゴンボールの絵柄が描かれてます。全体的になんかね、宇宙な感じで綺麗。蓋の部分の反対側にはね、力の大会に出たメンバーが描かれてるんですが、フリーザがいるっていうのがさ、なんかすごくもう未だに違和感が、もう仲間じゃん。この箱の部分の方には、こんな感じで、これはみんな構えてるんだ。これはね、もったいないので、使わずにね、このまま保存しておこうかな、記念に、と思います。あとね、金、土、日、今日まで限定でこのステッカーがもらえます。場所によっては、ホームページに書いてあったんだけど、明日以降も配る場合もあるみたい。次はこのセットに、ヒーローズのカードがついてくるので、それもまた買ってこようと思います。それでは、またねー。